皆さんこんにちは。東京女子大学現代教養学部国際英語専攻の教授をしています鶴田智香子です。私たちの身の回りにはたくさん英語で書かれたもの、あるいは他の外国で書かれたものがあるんですが、それは伝わる英語になっているのか、これを一緒に考えてみたいというのが今回の講座です。身の回りにあふれるいろいろな英語がありますけれども、それが本当にコミュニケーションの役割を果たしているのか、そんなちょっとした疑問から皆さんの英語の世界もまた日本語の世界も広がると思います。私は通訳者から大学の教授になるという道をたどっておりまして、通訳者の仕事は現在もしております。私はアメリカで教育を半分受けているということと、大学を出てすぐは金融関係に勤めたということもありますので、海外そして国内で企業に勤めたという経験もあります。そんなことも踏まえてお話をしていけたらと思っています。この講座にぜひ参加してもらいたいなと思うのは、日本は英語で発信ができる人材、それを本当に必要としていると思うからなんです。で、私が日本の英語を考える会を立ち上げた理由もそこにあるんですね。ぜひ皆さんには英語で発信するには何が必要なのか一緒に考えてもらいたい、それを楽しく一緒に考えてもらう機会にしてもらえればと願っています。 Come and join us to think about what you need in order to have good communication in English.